はい、皆さんこんにちは。今日は CBR400R でちょっとパトロールです。いやね、このバイクね、まあ今日今現在の走行距離が2788キロなんですよ。だから1434キロだったから、まあ1300キロぐらいね、乗ってるんですよ。乗ってるというか、まあ私のとこ来てからね、悪くない。あのね、このバイク、まあ2013年式の CBR400RNC47、まあ前期型っていうのかな、乗る前あのね、イメージ、ですけど、まあホンダ車っていうこともあるし、2気筒のねツインのエンジンだということも、あって、まあ乗る前のすごくざっくりしたイメージですよ。これ私がね抱いていたイメージ、見た目はこうフルカウルになっていて、こうすごく、レーサーチックに見えるけども、まあ初心者、免許取り立ての方とか、女性とかそういう方が、乗るのにいいバイクなんじゃないかなっていう、こうざっくりとしたね私のイメージがあったんですよ。だからちょっとこれは語弊がある言い方かもしれませんけど、乗ってね、なんかすぐ飽きるんじゃないかなって、実はね思ってたんですよ。まあ街乗りが今メインですけど、下田ね、行ったり、箱根のワインディングを走ったり、まあ当然伊豆スカもね走ってるんで、まあそういう、いわゆるくねくね道ワインディングがね意外とね面白かったんですよ。本当ね軽快なんですよ。軽快、ハンドリングがねすごくニュートラルっていうのかな、素直なんですよ。だから倒し込みとかの時に、まあ、切れ込んだり変なね癖、もないし、もうバンクさせていくと素直にスーッと、まあそのバンク角によっての、なんていうのかな、傾き方、自然な傾き方だね、こう描いていけるんですよね。私が乗った以前乗っていた ZRX400 もここまでこうニュートラルな感じ、自然な感じじゃなかった気がしますね。その辺がもしかするとホンダと川崎のねバイクのその設計とか作りの違いなのかもしれないですけど、だから最初の印象と、だいぶ変わりましたねこれね。まあしかも私の場合これタイヤをね、IRC の810を選んで履いているので、どちらかというとこう、まあハイグリップじゃないし、ツーリングタイヤとしてもまあそのグリップの限界はね、低いタイヤだと思うんですよ。そうだけどワインディングで楽しいっていうのはね、これもうちょっとハイグリップのタイヤ履いたらね、まあだからラウンド形状がとんがっているタイヤを履いたらもっとひら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 曲がってもっと面白いのかなっていう、気はね、しますけど、ワインディング走ってもね、ポジション的にしっくり、くるんですよ意外とね。これほらバックステップついてるんですよ森脇のね。だから最初ねなんかすごくちぐはぐな感じっていうのかな、で見た目よりこれハンドルが低くないんで、最初ねちょっと乗った時はねなんかちぐはぐなノーマルのステップに戻したいなって、感じていたんですけど、まあ何回かねワインディング走った時に、これこのステップ悪くねえなーっていう、これフロントブレーキがディスク、シングルディスクなんですけど、片押しの2ポット、これね結構ちゃんと効くんですよ。
ワインディングが走っててもね、私の乗り方だと不満はないですね。まあ見た目的にはね、もちろん400cc とはいえダブルディスクになってた方がもちろん、かっこいい形かね、あの格好からすればなんとなくかっこいいと思うんですけど、しかもねこれホンダ特有でもないのかな、まあ他のメーカーはあんまり見たことないから特有なのかもしれないですけど、インナーローターがないんですよ。だから普通の、ディスクローターで、ホイールに直接ついてるんですね。こうホイールのスポークの部分に、直接ボルトで固定するっていうタイプなんですよ。だから余計にねちょっとこう貧弱に見えるんですけど、インナーローターあるとねやっぱりそこがゴールドだったりブラックだったり、でピンとかがねちょっとアルマイトかかったりするとこう見た目も、かっこいいんですけど、これはそういう派手さはないですが、このちゃんと効くし悪くないかなと思いました。はい、街中でのブレーキングがしやすい。でね、マスターシリンダーもこれ普通の横置きの、まあ、ホンダのいろんな多分流用というか他の車種にも使ってる一般的なマスターシリンダーだと思うんですけど、あのね意外とオンかオフじゃないんですよ。こう舐めるようなね使い方からギュッと握り込んでいけば、ちゃんと、制動力立ち上がってくるし、いやねだから感心してますよ。まあさすがホンダのバイクなのかな。気に入らない点がまあもう、この段階でまあ最初からそうなんですけど、あります。はい、それはですねシフトフィーリング。まあ多分これ乗り始めて最初の動画か、まあその辺の動画で言ってるかと思うんですけど、まあオイル交換したから多少はね、動きがスムーズになったみたいな話はしてると思うんですけど、ね良くない良くない、使うオイルが合わなかったのかなとか、まあずっと動かしてなかったからまだ当たりがついてないのかなっていう、思いで、まあ、5400キロぐらい乗ってるんですけど、なんかなんだっけな、なんかの時にちょっとググってみたんだな。そうしたらどなたかがブログだかなんかでねやっぱり書いてらっしゃいましたよ。これねやっぱりねその硬いんですってシフトフィーリングがね。そう、それはねそのこの、NC47、ちょっと前期モデルだけなのか後期モデルまで、47としてまではそうなのかはちょっとわからないんですが忘れちゃいましたけど、まあその要はこの設計がねそういうちょっとこの、シフトする荷重っていうのかな、そういうのがねやっぱり大きかったんですらしいんですよって書いてありました。だからどの方からかわからないけどもそれを改善してるってどっかのブログだかなんかに、書いてありましたね。それが本当かどうかわかんないですよ、裏付け取ってないんで、わからないですけど書いてありました。そうだから、シフトフィーリングとしては、まあ、ホンダだし、まあ、この軽快な乗り味だし、まあ、CBR っていうね、車種の名前からイメージするスポーティーさからするとねそこそこ、何の抵抗もないような感じでね、シフトダウン、シフトアップができるんじゃないかっていう、まあ、勝手なこれ想像だった、私はね、そんなイメージを抱いていたんで余計にそういう風に感じたんですけど、でもそうだったんですね。はい、これはねちょっと、いかがなものかなって、あのねすごくこの楽しさをねスポイルする、それぐらい、まあ、気にならない人もいるのかな、わからないですけど私はねすっごく気になる、そこはね正直、この CBR400RNC47 この私の方のね、マイナスポイントなんじゃないかなと思います。
まあ、とにかくね、これね、そう、ワインディングが楽しかったですよ。結構ね、まあ、S とちょっとまだね、乗り慣れてない部分も、要は乗りこなしてない部分もあるし、まあ、タイヤが、S で履いている、ダンロップのね、ロードスポーツ2っていう、どちらかというと、まあ、スポーティーなタイヤじゃないっていうのもあるから、S のようにはこう、スパッとこう倒し込んでアクセルを開けるっていうの、乗り方がねまだできてないですけど、それでもね、ハコスカ、アシスカ、キンタローライン、イズスカ、十北峠、走りましたけど、意外とね、どこのワインディングも楽しかったな。そこそこのペースで走れましたよ。ただね、やっぱりそういう、例えば S 字の切り返しで、左1個目、立ち上がって、で S 字の2個目の右とかね、そういうところのこの切り返しの倒し込みはやっぱりねちょっと要は慣れてないから怖いんだね。おっかなびっくりというか、探り探りゆっくり倒し込むみたいな感じにね、なっちゃいましたけど、まあ、これがね S だとどういう挙動が出るかとか、まあ、グリップの感じがどんな感じだとかいうのがねやっぱりある程度体に染み付いてるんで、スパッパッとね、切り返したり、できるんですけど、まあそこまでねちょっとまだ乗り込んでないで、まあそれでもね、まあ普通のペースで走る分にはね、まあ、あんまり大きな声じゃないですけど、まあ普通よりもちょっと早いぐらいちょっと早いぐらい、で、走ってもですね、楽しかった。じゃあちょっと U ターンしてみるね。非常に切れ込むこともなくね、スムーズっすよ本当に。あ、牡蠣小屋、牡蠣食べたいね、牡蠣食べたいね。よいしょ。あ、そう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 。SNS だよね。ちょっと書いたけど。こっち側のウインカーね。前のオーナーかその前のオーナーかわかりませんけど。多分倒してね。ここ根元がね、このネジがこっち側から入ってるんですけど。ここがね、この割れちゃってるったんですよ。で、まあ振動でね、だんだんこうひびが大きくなってきちゃって。そう。なのでね、カウル外して、で、ボンドで、ちょっと変形をね、ヒートガンで炙って、戻して、万力でね、挟んで、で、割れてるところに接着剤、入れて、で、裏からね、裏と表からホットボンドで、とりあえず、補修したんですよ。多分ね、大丈夫だと思うんだな。ちょっとあまり形良くないからね。で、白のコットンボンドしかなかったから、上から塗料で黒で塗ったんですけどね。まあ根元だからそんな目立つとこじゃないから、もうね、落ちそうだったんでね。最初来た時はね、ちょっとひびが入ってたぐらいだったんですけど、結構斜めにね、垂れてきちゃったんで、大丈夫でしょ？ね、大丈夫ね。だから、CBR に、しばらく1400キロぐらい乗ってみて、はい、ちょっと感じたことを、だらだらと喋ってみました。はい、誰から何かの参考にならないと思いますけど、はい、まあ最後まで見ていただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。